今日のスバ。さて、いよいよ本戦なわけだが、ここで本戦のルールをおさらいするぞ。まずコンテスト本戦出場を決めたのは全部で8組。初戦はこの8組から2組ずつが対戦する。審査員評価と観客の盛り上がりを見て勝敗を決めて、勝ち進んだ4組が総当たりで決勝戦を行うってわけだ。他のユニットもみんな各地の予選を勝ち抜いた強者だからな。毎回最高のパフォーマンスをやるつもりでいけ。エリカ、お前の可愛いを見せてやろうぜ。ねえカズマ、今なんて言ったの？ねえなんて言ったの？シエロ、お前が誰より努力してきたのはよくわかってる。本来の力を出せたら誰にも負けないから、自信を持て。わかりました。ねえカズマ、今私のことなんて。リア、気持ちの整理が追いつかないかもしれないが正念場だ。今日は全力で挑め。迷惑をかけてすまない。期待は絶対に裏切らないつもりだ。見ていてくれ。もうカズマってば聞いてるの？おい、カズマはいるか？ちょっと相談があるのだが。ダグネス、どうしたんだ改まって。城から連絡が来たのだ。ダニエルの件で話があるというので、カズマも一緒に来てほしい。わかった、すぐに行く。ってことでお前ら、俺は野暮用でしばらく席を外す。ショーが始まる頃には戻るから準備を進めてくれ。目指すは優勝だ。頑張れアクセルハーツ。うぅ、ちょっとカズマ、もう一回可愛いって言って欲しかったのに。まあまあ、十分元気づけられたんだし、いいんじゃないかな。エリカだけじゃない、私も随分励まされた。そうね、カズマの期待に応えるためにも絶対に優勝は。あれ、その声もしかしてエリカ？あんたたちは。僕たちの対戦相手のエリカちゃんと知り合いだったんだ。昔組んでたことがあるのよ。アクセルハーツって誰？と思ってたけど、エーリカたちだったのね。もしかして今でも可愛いにこだわってるの？ダスタイはね、時代は可愛いよりもゴシックパンクよ。まだゴシック路線で行こうとしてるの？普通のくせに無理してパンク気取っても無意味よ。昔から変わらないわね。やっぱりエリカとは相入れないわ。それはこっちのセリフよ。解散して生成するわ。おかげで今はこんなに素敵な仲間に会えたし。それはこっちのセリフよ。ゴシックパンクな私たちに勝てると思わないことね。目指す路線が違ったのか、同じユニットにいたとは思えないな。とにかくあなたたちの夢はここでおしまいよ。覚悟しなさい。あんたたちなんかに負けないんだから。カズマもさっきエリカ超絶可愛すぎて死ぬって言ってたもん。はあ、誰よカズマって。アクセルの町で有名な男だ。魔王軍幹部を倒した冒険者の男。それが私たちのプロデューサーだ。聞いたことあるわ。魔王軍の幹部を倒してさらにパンツを脱がせまくる変態男。ああ、怒らせたらパンツを脱がされそうね。今日のところは見逃してあげるわ。それじゃね。言ってしまったな。今日のところはって今日これから対戦するのにね。それにしてもカズマさんの悪評はすごいな。悪評なんて関係ないわ。私のこと可愛いって言ってくれる人に悪人はいないもの。このスバ。お忙しいところ時間を割いていただき恐縮です。簡潔にお話しいたしますので、しばしお時間をいただきたく、まずは先日のご報告に感謝いたします。我が国に国難をもたらしかねない
古代兵器とその使い手の情報、ありがたく頂戴しました。ええ、なんとか阻止しようと試みたのですが、一瞬間に合わず、向こうが儀式を成功させてしまったんです。申し訳ありません。その儀式が成功したのは私の仲間の、あー、ダクネス、お前は少し黙ってろ。従者は俺と話をしてんだよ。アクアのせいで儀式が成功したってのは隠すんだ。でないと損害賠償とか払わされるかもだしな。差し当たっては王都より密使を放ち、独自調査を行いました。調査の結果、元魔王軍幹部候補ダニエルを極めて危険な人物と判断し、5億エリスの懸賞金をかけることとします。5億エリス。つきましては、魔王軍幹部を倒した実績のあるカズマ殿にもダニエルの討伐を依頼したいのですが。つまりコンテストに優勝してダニエルも倒せば、借金返済してさらに釣りが来る。貧乏生活から一気に大富豪だ。数々の魔王軍幹部を葬り去ってきたこの佐藤一馬にどうぞお任せください。最近おとなしいとはいえ、やはりダニエルは危険だな。早く我々の手で倒さねば。ああ、5億も手に入るしな。とはいえ、まずは踊り子コンテストだ。みんな、戻ったぞ。準備はいいか？おい、お前たち、もう本番が始まる時間だろ？着替えなくていいのか？カズマ、大変なんだ。大変？何が？僕たちの衣装がなくなっちゃったんです。そっか、衣装が、このスバ、私の手を取ってください。私がリードしますから。ありがとうございます。